4月3日金曜日の山陽新聞ニュースです。新型コロナウイルスの感染が確認された10代の女性がアルバイトしていた岡山市の天馬や岡山店は2日、店内の消毒作業のため臨時休業しました。女性が発症していないことや、普段は手などの消毒を行って業務に当たっていたことなどから3日からの営業再開を決めました。 勤務していた5階、喫茶店の営業は2週間程度取りやめます。岡山市南区奥羽坂川にある岡山県天然記念物の奥羽坂川の桜、通称大山桜が咲き誇り、訪れた市民らを楽しませています。大山桜は樹齢300年から500年とされていて、岡山県南部では最大級の巨木です。 花は5日頃まで楽しめそうだということです。赤岩市出身の落語家、春風亭正吉さんが漫画でわかる落語を出版しました。江戸時代、明治時代の庶民の暮らしを演じる古典落語のあらすじを漫画で紹介し、現代にも通じる魅力を解説しています。落語の世界に浸る準備が整う入門書になっています。 続いて天気予報です。4月3日は岡山県南部、北部ともに晴れ、時々、曇りでしょう。岡山県南部の最低気温は5度、最高気温は18度でしょう。岡山県北部の最低気温は2度、最高気温は18度でしょう。降水確率は岡山県南部、午前0%、午後10%、岡山県北部、 午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。